はい、どうも、ナオイです。今回は合同式のですね、面白い性質ですね。この P を素数、M1 を整数としたときに、この P 乗というものがこう割り振られるということと、こちらですね、四角1の一般化された四角2ですね、P が割り振られるっていうものを証明していきたいと思います。そしてこちらの性質を証明することによって、はい、フェルマーの小定理の証明を与えることができます。はい、では早速この四角1の証明をやって、四角2の証明をやって、フェルマーの小定理の証明をやっていきたいと思います。はい、まず左辺から考えます。はい、まず次のようにこの左辺のここの部分って二項定理によって K が0からスタートして P までのシグマのPCK の M1 の P-K 乗 M2 の K 乗となりますね。0をやると M1 の P 乗が出てきて、で1,2,3 というふうに代入して 最終的に P まで代入してあげると、ここの部分が消えて M2 の P 乗となることから、このようにできますよね。はい、二項定理からこのようになりました。そしてこちらを見てみると、この最初と最後をちょっと出します。どういうことかというと、まず最初の M1 の P 乗をちょっと出してみると、はい、するとこうですね、ここから M1 の P 乗だけをこちら側から外に1個出してあげます。これ和なのでバーッと足し算がなってるんですけども、そのうち最初の先頭のですね、0を代入した時の PC0 と1なんで、 M1 の P 乗だけが外に出る。すると K イコール1から始まってのシグマの P で中身は変わらない、こういったものが出てきます。はい、さらに最後って P を代入したもの、 PCP の M1P-P の M2 の P 乗なので、 M2 の P 乗だけをまたさらに外に出します。すると、はい、次のように M1 の P 乗足す M2 の P 乗足すシグマの K イコール1から P-1 までですね。で P の CK の M1P-K 乗 M2 の K 乗となりました。はい、そしてこれですね、ここって、はい、これ P の倍数です。これなぜならここはもう整数なので、ここだけ考えると、はい、はい、このようになりますよね。そしてもちろん K よりも P の方が大きい。でさらに P は素数ですね。素数であることから、はい、P はどれでも割り切ることはできません。なので K の階乗の中でどれも P とですね、同一な公約数を持たないことから、 P と K の階乗は互いにそうです。したがって K の階乗っていうものはこの P よりも右側のどっかで割り切れることになる。そしてこの PCK っていうのはこれ整数ですよね。まあ自然数ですよね。自然数であるので、この K の階乗はここのどっかで割り切れなければならないんですけども、少なくとも P では割り切れないから、はい、 P だけが外に出てきます。なので全てにおいて K の 1,2,3,4,5 って P-1 枚代入しても全部ですね、 P の倍数になることから、これ P でがっつりくくれるということになります。したがってこのような形になりますね。左辺の方は P の M1 の P 乗足す M2 の P 乗足す P カッコごちゃごちゃごちゃってもう式が入ります。このように形になります。でこれって P で割ると余りがこれになることから、はい、合同式の性質により出てきました。はい、そしてここ右辺と一致してますね。はい、したがって四角1の証明を完了させることができました。はい、では四角2をいきましょう。はい、例えばこの3つで考えてみると、この左辺のですね、 M1 足す M2 足す M3 の P 乗ですね。するとこれって M1 と M2 を例えば一塊で置くと、これとこれで2つの項というふうに考えてみると、この M1 足す M2 足す M3 の P 乗となって、はい、四角1が使えますね。なぜなら M1 と M2 は整数だからですね。なのでこの P 乗というものはここに割り振られます。はい、割り振られてますね。そしてさらに
ここの部分は四角一で成り立つことから、さらに P は割り振られて、はい、このようになることが証明できました。しかしですね、ちょっと、まあ、これ、あとは繰り返すだけなんですけども、まあ、一応、ちょっと数学的記号法で証明してみたいと思います。はい。このように、まず、ここですね。これを一塊と置くと、二つの整数というふうに考えることができるので、この P 乗というものは割り振ることができますね。このように。はい。これは四角一で証明した内容を使いました。はい。そして N イコール K の時は、四角二の式が成立することから、ここの部分は、はい。次のように成り立ちますね。はい。そして、n イコール k たす1でも、はい、成り立つことが成立してますね。こことここ見ると。はい。はい。以上から n イコール k たす1でも成立しました。そして、四角1ですね。はい。まあ、n イコール1、2でも成り立つことから四角2を示すことができましたね。まあ、記号法で簡単にできます。はい。四角1、四角2を利用すると、なんとフェルマーの小定理を導くことができます。はい、早速やってみましょう。はい、次のように1たす1たす1たすの P 乗合同、1の P 乗たす1の P 乗たすてん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 たす1の P 乗元 P ですね。はい、そしてここ1っていうものは N 個ありますね。なので、ここは N の P 乗となります。そしてここも1たす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 っていうの N 個あるんですけども、これって1111で N 個だから、はい、このようになりますね。で、N は自然数なので、割り算ができますね。両方とも割り切れる。そして N と P は互いに素なので。はい、まあ N は自然数なんで、まあ、こことことは互いに素だとすると割り算ができるので、はい、このようになって、フェルマーの小定理を導くことができました。はい、いかがでしょうか。このようにしてフェルマーの小定理の別証明とこちらの性質ですね。これもちょくちょく使っていく可能性があるので、ぜひここでマスターしておきましょう。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。